子どもの保護の推進に関する法律案について、質疑者、森雅人君より、9名から、東京電力原子力事故の、被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案について、質疑者、有岡文子君5名から、それぞれ撤回の申し上がりました。私たちは適切な情報が開示されるということ。そのもとに自己決定をする権利をベースに与党案を作りました。そのうちの一つが選択肢として避難の権利であるというふうに思っております。そしてまた合意案につきましてもその考えは引き継がれました。単に自己決定する権利というものを保障するのみではなくですね、それが実現できるという、それが大事なことだというふうに思っております。この放射線の被害を未然に防止するための施策をしっかりと行っていくための法律として、ぜひこの法律を国民の皆さんにもご理解いただいて、さまざまな役所の人たちも含めてしっかりと国民と一体となってこの放射性物質を取り込まないようにするというための施策をぜひこれから実現していきたいというふうに思います。私たちがこれ入れてよって言っていた例 の、 その第13条 の、 その扱い、なんか説明責任がその国側にあるとか、子どもたちが生涯にわたって医療費の減免対象になるっていうことはしっかり答えてくれていたと思うんだけど、まあちょっとしょうがないんだけど、子ども妊婦で狭められちゃったその医療費減免対象っていうのは、まあ、これはもういかんともしがたいことは分かっていたんですが、やっぱり子ども妊婦に絞ることなく、政治も対象にというふうにしてほしかったんだけど、それは今後の課題かなという感じですよね。だから総合的にはもう上出来ですよ、うん、上出来です。もうここまで来れただけでも、で本来これこういった質疑を経ないで成立するっていうこともあり得たわけで、そうですね、まあ、やっぱりその国会情勢全体が今ちょっとどうなっていくかわからないところがあるので、まあ、一刻も早くですねこの法案なんとか成立させて、次のステップというか、まあ、支援対象地域どんな範囲にするのかとか、具体的な支援の内容どうするのかとか、そういった議論に移っていければなというふうに思ってます。帰るときにこんなにやっぱ達成感を感じながら帰れるのってなかなかないですよね。本当に感激もしましたし嬉しかったですよ。思わず議場の中に握手に行ってしまいまして、入っていいって言われたから、避難の権利であったりとか、あるいはその支援対象地域というのをですね、1ミリを目指してというようなこととかですね、大事な言葉がたくさん出てくる審議だったですよね。それも意義深かったなと。健康についてどういうふうに議員の方々がどこまで勉強していらっしゃるのかがあったんですけど、一番皆さん地元でも言ってたのが18歳というこの年齢で切られてしまうのではないかと。明日誕生日迎えて19歳になってしまったら、もしその後に体を壊した30歳になって体がに不具合が出た時に何の健康管理にも保障もなく生きていかなければいけないのか、そのことがすごく疑問というか不安になっていらした方、私もそうでしたけれども、その部分が超党派の議員の方々もそうではなく、18歳までではなく30代、20代、30代関係なく健康については福島県民の方の考えていくということをおっしゃってくださったので、そこはちょっと安心できましたね。1ミリシーベルト以内という目標を定めたことっていうのは、地方自治体にとってもとてもショッキングなことで、非常に良いことだろうと私は思います。今大熊町は20ミリシーベルトとか10ミリシーベルト等で揺れ動いてますので、やはりそういったことっていうのは非常にインパクトのある政策じゃないかというふうに考えています。福島からも今日本当傍聴にね、わざわざ大変な思いをして来てくださいました。でその方々の生活っていうのが
今その普段前の職場を失って、あるいはその自分の生活基盤を失って、その一円一円がどんなお金かということを考えれば、本当にわざわざその傍聴に国会まで来ていただいたというのは、もうそれだけで本当どんな思いでこの法案ができるのを見守っていただいたかということがもうすごくよく理解できたんで、本当にある意味でその審議の時間と、そして決まる委員会で決まる場面というものを共有できたことをとっても幸せに思いますし、光栄に思っています。こんな法律は、このある意味で政策、今の政府の施策を否定するような施策をその与党として作ろうとしているわけですから、これはその本当に国民の皆さんと福島の皆さん、あるいはその福島の皆さんのために働いている皆さんと一緒に、だからその永田町の中だけでは絶対作れないぞっつって、外での人たちと一緒でなきゃ作れないんだぞって言われて、その通りですねって言って、でそれを本当にね、その多くの皆さんがもうつなげるためにやってくださって、その弁護士会なんかもそうなんだけども、何度も何度もその院内集会を開いてくださったりというようなことがあって、そしてその多くの方が勉強会に駆けつけて体験をその語っていただいたりとか、本当涙流しながらそれを聞いている議員たちがだんだんその議員の与党の中にも味方が増えていったっていう状況の中で、どんどん熱を持ってきたし勢いを持ってきたという形で、その勢いが最終的には、まあ、政府の抵抗だとか官僚の抵抗って言われるようなものを突き破ってきたんだろうと思いますし、まあ長い道のりでしたけど、それはそのもっと長い戦いの始まりでしかないと思いますし、1年余り経ってやっと国会にいる私たちと本当に福島にいる人々、その周りを取り巻く皆さんと私たちが真の意味で出会えて、これは一緒にやった最初の仕事だと思ってます。一緒に生んだ 法律をですね、本当にみんなで一緒に育てていって、元気なやつにしていって、役に立つやつに育てていかなきゃいけないというふうに今思っているところです。